1930年頃のビラトリアイヌコタンコタンは、アイヌの集落、または部落のことである。知世の模型の展示。家を中心に、便所、熊の檻、高床式倉庫が点在する。コタンは、アイヌ語で、宅地を指し、アイヌ民族の生活の本拠地であり、アイヌの社会を形成する、最小単位である。一般に、 狩猟や魚老など最終により生活している民族は、最終に移動の必要があるため一箇所に定住しない。しかしアイヌの場合、最終民族ではあるが魚老への依存が強かったため、一箇所に定住し、なおかつ立地もそれによって決められていた。例えば、鮭の産卵地などの河川沿いに一箇所に移住するなど、コタンはまはあ 大体五から七キロメートルほどの間隔で存在していた。コタンは数軒の家により構成されており、大抵は五個から七個からなる。十個以上は例外的な大集落で、二十個を超えるものは場所受け追い制などの影響による労働力動員の結果である。コタンの構成要因は、一つまたは複数のエカシモロと呼ばれる不景の集団の成員であり、その長は 古坦国と呼ばれていた。古坦には、イゴロと呼ばれる、共有地があり、古坦の住民であれば、樹木の伐採、狩猟、漁労、山菜の採集、工作は自由に行えた。比較対象として、入会地、総村も参照されたい。このため、他の古坦のものが別の古坦の領域を課すと懲罰に、処せられており、これは、事件団に相当すると思われる。 コタンは、かやぶきの家屋、小熊を飼うための檻、食料を貯蔵する、高床式倉庫に、共同の川や、さらに稲を捧げる祭壇で構成されている。また、コタンの付近には茶師があることもあった。それぞれのコタンには、名前があり、そのコタン名が後に和人によって、地名とされたケースがまま見られる。北海道やラフト、北方領土や千島列島の地名の中に、 コタンという言葉が入っている例がそれである。串路市しあん町のアイヌコタンただし、あかん湖温泉街に現在あるアイヌコタンは、旧来大コタンが形成されていたのではない。あかん湖周辺には、アイヌ人の家屋が点在していたが、1959年に、あかん湖一帯の自然保護活動を行ってきた、前田はじめ園財団の当時の理事長である、前田光子の呼びかけによって、 前田が、無償提供した土地に、阿ん湖周辺のアイヌ人が移住し、古ンが形成されたものである。ありがとうございます。